バレンティノはイタリアのローマで創業したファッションブランド。現在、バレンティノ本社はミラノに拠点を置く。バレンティノ創業45周年を祝ってのドレスアップ1957年にバレンティノ・ガラバーニによって設立されたハイファッションハウス。ユニークなクリエイティブディレクターピエール・パオロ・ピッチョーリなどがおり、すでに1960年代半ばにバレンティノブランドは 非常に人気を博し、1968年に米国の雑誌、ウィメンウェアデイリーはイタリアのファッションの王様と呼んでいた。1967年、デザイナーは名誉あるニーマン・マーカス賞を受賞。1982年、ニューヨークのメトロポリタン美術館でバレンティーノに捧げられたファッション賞が初めて開催された。このブランドは1957年に誕生し、 バレンティーノ・ガラバーニが父親を含むパートナーと一緒に、ローマ・コンドッティ通りにファッションハウスを開設。高い管理費とデザイナーの贅沢に対する思考により、破産する危険にさらされたが、ガラバーニが採用した当時建築を学ぶ、学生であったジャンカルロ・ジャメッティの参入のおかげで、破産を回避しメンバーは経営活動から、撤退、ファッションハウス、創造的な側面のみを扱い、 金銭的な側面はパートナーに任せていく。国際的なデビューは1962年にフィレンツェで行われ、ピッティ宮殿で最初のファッションショーが行われ、人々の注目を集め、防具士を含むメディアの注目を集めた。後にデザイナーはファッションショーが始まってから1時間後にコレクション全部が完売されたことを明らかにしており、バレンティーノの顧客層は、 アリストテレスオナシスなどの著名な人物がつき、かなり大規模ものとなっていく。バレンティーノのデザインしたドレスをファラフ・ディーバ、ジャクリーン・ケネディオナシスとエリザベス・テイラー、マレラ・アニエリ、プリンセス・マーガレット・ウィンザーなどが愛用。1971年にミラノに拠点を移し、ローマに代わり、ミラノがイタリアンファッションの中心となった。1972年以降は、 イタロクレモナとのコラボレーションにより1978年まで続く予定であったためバレンティーノは一連のサングラスを発売1978年からテキスタイルファイナンシャルグループとのコラボレーションのおかげで彼は独自のプレタボルテラインを立ち上げた1998年ガラバーニとジャメッティはジャンニアニエッリが一部を管理しているコングロマリットである HDP グループに 約5000億リラで会社を売却。2002年、数ヶ月の交渉の後、HDP は、バレンティの SPA は、約2億4000万ユーロのマーザとグループへ。2003年には、ファッションデザイナーのザンドラ・ローズが主催し、ロンドンのファッションテキスタイルミュージアムで開催された、マイ・フェーバリットドレス展示会の際に、バレンティのドレスがいくつか展示された。2005年にマーザとグループは、 スピンオフを経験。マーザと SP で一緒になる繊維部門の活動は、その後、バレンティノファッショングループを構成する衣類部門から分離され、2006年、ブランド設立から45周年を迎え、バレンティノ SPA の現 CEO であるステファノサッシが主任となった。2012年、ミラノ・モンテナポレオネ通りのフラッグシップストアがリニューアルオープンした。 初となるストアコンセプトが披露された。同年7月12日にファッションハウスとブランドはカタールの投資会社メイホーラに買収された。2016年7月7日、フランスのパリにてブランドに17年間在籍したマリア・グラツィア・キューリは8年間、勤めた共同クリエイティブディレクターを退任。これによりバレンティノはピエール・パオロ・ピッチョーリを指名した。 ローマのアラパシス博物館で開催されたバレンティーノ・アローマ展にバレンティーノのウェディングドレスが展示されました。バレンティーノブランドはバレンティーノ SP 全体の中核ブランド、女性用と男性用の両方のハイファッションコレクションが含まれている。プレタポルテに関する限りでは史上最高層の一部であることを考慮し、選択顧客向けの製品であるか、 ローマアトリエのテーラーによって調整されたユニークなアイテムとなっている。バレンティーノブランドには次のようなライセンスの下で製造及び販売されているウェディングドレス、サングラス、時計、香水のコレクションも含まれている。バレンティーノローマは副規制服で増加した分布を通じてバレンティノのブランドよりもユーザーの広いプールを目的とした女性をターゲットにした専用のブランド。 通常のブティックより若干低い価格設定。分体レベルでもバレンティのローマラインはファッションの変化により影響を受けやすくコアブランドほど目立たない。バレンティのガーバーニーはファッションアクセサリー製造を専門とするファッションハウスのブランド。バレンティのガーバーニーを通じて女性用と男性用のバッグ、靴、革製品、ベルト、その他のアクセサリーが配布され、 これらはバレンティのローマイ類の同じセグメントにある製品となっている。リード・バランティーのブランドは最年少の顧客に捧げるメゾンのブランドとして誕生した。香港のブティックバレンティーの SPA は175のシングルブランドブティックを含む約1500の店舗を持つ広範な店舗ネットワークを通じて世界100カ国以上で販売されている。バレンティーノのドレス。 バレンティーノは長年にわたり、エンターテイメントの世界から政治に至るまで、様々な有名人に選ばれてきた。ミスネットのシェイク、モザビントナセルは、バレンティーノの服を愛用していることを宣言しており、ジャクリーン・ケネディオナシスは、バレンティーノが特別にデザインしたドレスを着て、アリストテレスオナシスと結婚した。メリル・ストリープは、プラダを着た、悪魔の初演中、または、 ベネチア映画祭で何度かバレンティノのドレスを着ていた。2006年のサンデモ音楽祭ステージ上で、イラリー・ブラシは、バレンチノデザインの服を着ていた。ミッチェル・ハンジカーも推薦で2007年のサンデモ祭で、プライムタイム中ブランドを愛用。プレゼンターだったシモーナ・ベントゥーラ用に、リアリティ番組エル、イゾラ・デイ・ファモシーで全てを作り、リード・バランティーノなど毎週、ファッションハウスとは別の、 ドレスを披露していた。なお限定版のバービー、2001年のオスカー賞で、ジュリア・ロバーツが着用していたバレンティーノのドレスは、事前目的で作られた。ディーデリック、ジョエル、ファッション・クラウド・トスッツ、リチャード・ベーカー・イン・パリ。WWD、2014年1月23日、閲覧。バレンティの CEO ーーステファノ・サッシ、セット・イット・ワズ・トゥ・アー・リー・ツー・プレディクト・ホワット・シェイプ・ザ。 ニューサックスウッドテイクハットメゾンバレンティノアーカイブド2012年2月22日アットザウェイバックマシン ABCDE デラモダイットデラモダイット2018年4月16日閲覧バレンティノラメゾン21マース2009時点のオリジナルよりアーカイブ17マース2009閲覧コーデックス パビア http コロンスラッシュスラッシュ www.codexcop.it イタロクレモナスパヌメロレア5466バアークアイビストレーレイチローンバーディアベニクルターリー www.lo mbard iaben iculturali.it.2018 年9月9日閲覧。イルマークを バレンティノ・ボライン・カタール、イル・ホンド・パーミラ・ベンディ・エーメイ・ホーラ、イル・ソール24・オレ・ハット・エ b ビー、メゾン・バレンティノ・スティー・リスタ・バレンティノ・ドット・コム。バレンティノ・ SPA、2019年11月1日、閲覧。オスモーズ・イット、バレンティノ・アーカイブド2012年10月15日、アット・ザ・ウェーバック・マシン、ホワット・イズ・リード・バランティーノ・アーカイブド2010年8月26日、 アットザウェイバックマシン。ラシーカベスティーターバレンティのハット。エレリーブレイジーベスタバレンティの A3 レーもハットアイ。ビスティーティデル・インペラトリーチェ。ハットバレンティのベスティラシモナベンチュラオール。イソラデイ・ファモシー。ハットバレンティのベスタ。バービーパー・ベネフィセンズ・アーカイブド2009年6月15日。アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。